あとあと難関レベルに入ったらこの最強攻撃使うんですね。そう、生物の細かい用語とか難関大学に対応するための、はい、高い人だったら最初からこの下地を作ってるのが絶対楽だと思うんですよ、はいはいはい、後々のこと考えたら、うんうん、だけど走りきれなかった場合が怖いわけですよね。なるほど。なので、うん、では続きまして、うん、総慶東大医学部、その難関大学を目指す人の生物の日大レベルのルートについて聞いていきたいと思います。はい、はい、では、その日大レベルにかかる期間週数を教えてください。この場合は、17週ですね。17週間、はい、使う参考書の冊数は何冊になりますか？3冊か4冊ですね。3冊か4冊ですね、うん、じゃあその参考書について教えてください。はい、まず講義がさっきも出てきた、はい、これでわかる生物基礎生物か、大森徹の最強講義117項生物ですね、うん、このどっちかを使ってもらうと。おお、なるほど、2種類あるんですね。はい、はい、で問題集がリードライトノートの生物基礎と生物ですね、うん、はい、今度は必修性ノートではなくてリードライトノートだということですね、うん、はい、ではそのあたり詳しく教えてもらってもいいですか？はい、まず高校これで分かるとその最強講義に関して言うと、はい、まあ、最強講義の方が明らか詳しいんですね、まあ、分厚いしね、あれ、うん、で一冊で済むならもうあれ使っちゃえばいいかなと、はいはいはい、で高校これで分かる選んだ場合でも後々難関レベルに入ったらこの最強講義使うんですね。そう、生物の細かい用語とか難関大学に対応するための知識を入れるための講義系の参考書が最強講義ということですね、うん、ですね。だから裏を返すとこの時点では別にいらないんですね、ここまでの詳しさは。だから2回に分けて攻撃系を使うか最初から詳しいのを使うかっていう違いなんで、まあ好みでいいかなと。まあ受験学年だったらいきなり、まあ大森先生のやつからいけるんだったらもう大森先生行っちゃえばいいんじゃないっていうところで、まあ厳しそうだったらこれで分かるようにしていくといいかなと。なるほどですね。まあ、攻撃系の参考書が2種類あって、うん、でちょっと用途に合わせて選んでねっていうことですね。だからこれの代わりに例えば多部先生のやつとかじゃダメなのって話なんですけど、はい、要はね、後々ね大森先生の問題集が出てくるから、はい、だからもう後々絶対使うから今のうちから使っとくか後で使うかなんだよっていう話ですね。まあ、生物有名な講師の先生何人かいますから、はい、その講師の先生で統一させた方がいいってことですね。そうですね、まあ、その問題集使わないなら例えば多部先生とかに切り替えのも全然ありですね、うん、なるほど、はい、わかりました、はい、では次問題集の方を話していきましょうか、うん、まあリードライトノートといえば、まあみんながよく知ってる参考書に近いのはやっぱセミナー、あっち系、要は学校の問題集に近い構成の、うんうん、まあ問題集ですね、うんうん、で解説詳しくないかと思いきや問題の充実度も非常に簡単なところから始まっており、うん、そうですね、解説もまあ必要なものはちゃんと書いてあるのでわかりやすいと、うんうんうん、ただね、どうしてもやっぱね、量が多いから時間かかるんだね、これがね。そうですね、うん、もう網羅度とかもすごい高いですし問題量も多いので十分な演習詰めるんですけど、うん、そのデメリットとして時間がかかると。そう、うん、だから志望校がね、高い人だったら最初からこの下地を作ってたから絶対楽だと思うんですよ、はいはいはい、後々のこと考えたら、うん、だけど、走りきれなかった場合が怖いわけですよね。なるほど、なので、うん、まあ、総慶とか東大とか、うん、難関大学を目指す人の生物としてこれを提案してるってことですね、うん、そうですね、うんうん、まあ、これは本当にもうなんていうか、その書いてある問題通りにたどってやっていけばちゃんと力がつく、その必修性ノートでつけてる力も同じようにつくに演習ができるみたいなものなんで、やっぱ網羅度は高いかなとは思いますね、うん、なるほど。ということはリードライトノートで、用語の暗記プラス問題演習両方兼ねてるっていうイメージですか？そうです、そうです、うん、だからその分重いっていう感じですね。はい、じゃあもう一冊でもう生物の知識を完全に網羅できる、そうですね、すごくいい参考書ですね、はいはい、でそれをしっかりやっていけば、うん、総慶東大を目指す人の日大レベル、つまり基礎のレベルが、うん、充実してくる、完成してくるっていうイメージですね、ですね、はい、ではもう少し難しい問題とか対策するときは次のレベルに進んでいってもらえたらいいかなと。はい、そうです。はい、今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談のお申し込みはこちらで、はい、我々2人プラスあと高田くんで、高田先生、若手が送る若手 TV、 これが始まりましたね。やばいっすね。そう、こちらはですね、ちゃんとこちらから見れます。はい、最後ですね、やっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね、皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。